この味は？やっぱりこれに限る。やあ、春行くん。どうした？緊張でもしているのか？ところで、選挙が終わったばかりだというのに、たくむくんはすでに自発的に生徒会のために動いてくれている。本当に優秀な人材だよ。我が校の生徒会はしばらく安泰だな。さてと、そろそろ失礼するよ。ではまたな。続きまして、新副会長眉住拓夢くんから就任のご挨拶です。全校生徒の皆さん、ただいまご紹介に預かりました新副会長の眉住です。チラシ持って駆け回ってたもんね。あと掃除も。くんの写真がいっぱい載ってたのも良かったみたいよ。女の空気がいいもんね。そうかな。その時はその時で先輩が捨てるのを許さなそうだけどね。禁止令が出たりして。ハル、何のんきなこと言ってるんだい。生徒会のメンバーは今から引き継ぎやるって聞いてなかったの？あ、じゃあすまないよねそれ。まったく、先が思いやられるよ。うん、遅いぞ二人とも。みんな引き継ぎを終えて教室に戻ったよ。あとは君たちだけだ。すみません、初顔合わせだったのに。いや、私が早めに返したのだ。人前で話すのをはばかられる内容の引き継ぎもあるからな。主にマスターの独断の下で行われてきた許可申請の類ですね。ふっ、そういうことさ。さて、引き継ぎといっても正式なものは管理キーの引き渡しだけだから一瞬で終わるわけだが、まずは時間のかかる灰色の部分からやってしまおうかと。確かに受け取りました。うん。さあ、たくむくん、これが私の最後の仕事だ。生徒会副会長の役職およびその役職が持つ全権限を君に譲渡する。はい、お願いします。これで私の役目は終わりだな。お疲れ様でした。ありがとう。これからはこの部屋に来る必要もなくなるのだな。そうだな、現役の生徒会メンバーがそう言うのならそうさせてもらおうかな。
この味は。オッス、ハル。ようやく肩の荷が下りたよ。あ、いや、生徒会の仕事はこれからなんだけど。ハルもお疲れだったね。なんだ、そうだったんだ。って冗談だよ、冗談。ハルやみんなのおかげだって本当に思ってるから。ああ、ごめんよ。そろそろ行かなきゃいけないんだ。さてと、今日の議題だが、まずはグリーングランドへどう接触を図るかについてだな。さっちゃん、そのことならチャンスがありそうよね、カラスさん。ええ、ここで話すくらいなら大丈夫。アッシュにも確認しましたから。二人とも一体何の話だ。イベント？なるほど、それなら確かに奴への接触はできようが、しかし内輪のイベントなのだろう。うん、いいではないか。緑の王と一戦交えるチャンスなどそうそうあるものではない。大丈夫ですよ、カラスさん。私も行きますから。観戦のみの招待枠ですけれど。ということは、選手として出場するのは有田さん一人なのですね。残念ですけれど。今さらおじけついてどうすんのよ。この件は春一人の肩にかかってるんだからね。まあ、緑の王に勝てって言ってるんじゃないんだから、気楽に考えたらいいよ。その通りだ。ファイブスターズについて少し話を聞いてきてくれればいい。何、君ならできるさ。メガネビラスの代表として頑張ってきてください。観客席で応援してますからね。仮にもし出場する選手を一人選べたとしても、私は君を選んださ。君はもうピカピカのニュービーではない。実績も十分。君を選んだとして反対する者はいなかったはずだ。だからこそ安心して、これを君に託せるというものだよ。これがクロムディザスターと我々を結びつける鍵だという推測はおそらく間違ってはいないだろう。グリーングランデ、奴ならば何か知っているはずだ。健闘を祈っているよ、春雪くん。おめでとうございます。
それじゃあ博士さんにはとっておきのお祝いメールでもお送りしましょうか。あ、ということはさっちゃんも引き継ぎが終わったら引退ですね。じゃあさっちゃんにもとっておきのお疲れ様メールを。秘密です。ところでカラスさん、もう一つ大事なことなんですが、この日空いていますか？カラスさんと二人でお出かけしたいな。どこでもいいですよ、カラスさんの行きたい場所で。お台場駅で待っていますね。さて、続きは今度にしましょうか。カラスさん、約束楽しみにしていますね。ではまたね。ここが…逃げずによく来やがったな、カラス野郎。ウェルカム、レベル別トーナメント。アッシュさん、どうも。おいおい、気抜けてんな。3回勝ちゃうちの王に会えんだぞ。気合チャージしやがれ。すみません。レベル別ってことは、僕はレベル6の人たちと戦うわけですよね。オフコース。てめえは俺様とぶち当たるまでどんと負けんじゃねえぞ、これ。そっか、アッシュさんと当たる可能性もあるんだ。頑張ります。カラスさん、頑張って。メイカー師匠、ありがとうございます。ショータイムの時間だぜ。じゃあね、カラス野郎。さてと、まずは1回戦。負けませんよ。相手になってあげますわ。行くぞ。はっ、フレア。ひれ伏しなさい。ちょっと待って。あ、ファストスピア。うわ、行くぞ。ひれ伏しなさい。いや、うわっ、行くぞ。はっ、てっ。これは何かの間違いですわよね。ふう、なんとか勝てた。アッシュさん、勝ち抜いてるかな。
2回戦目、よし、やるぞ。負けませんよ。よろしく。行くぞ。はっ、せや。当たる。ちょっと待って。行くぞ。はっ、せや。当たる。ちょっと待って。トライデントサンダー。ちょっと待って、行くぞ。はっ、行くぞ。はっ、せや。しょうがないね。なんとか勝てた。勝った。2回戦突破だ。見てましたよ。おめでとう、カラスさん。ありがとうございます、師匠。次は決勝ですね。私もとても誇らしいわ。そんなそういうことは勝ってから言ってくださいよ。うん、どちらにせよ私には同じことですから。ということはもしかして。ええ、やっぱりこうなったか。ギガクアーラ。なんとなくそんな気はしてましたけどね。でだ、てめえにどんなリーズンがあろうが全力フルパワーでぶちかます。望むところです。こっちもフルパワーでいきます。いくぜ。負けませんよ。ランナウェイなら今のうちだぜ。行くぞ。はっ、見え見えだってんだよ。行くぜ。ほら、うわっ。行くぞ。はっ、せや。うわっ、行くせや。ほら、とりゃー。うわっ、クライマー。うわっ、ファイナルキック。
うわっ！クライマー！ちょっと待って！行くぞ！はっ！フェア！うわっ！エアリアルコンボ！うわっ！なんとか勝てた。勝った。うわあ！ようやく蘇生したぜ。アッシュさん。おう、そろそろあれだな。いよいようちのヘッドとご対面タイムだろ。ええ。爆発しちまってさっきは言えなかったけどよ。今日のところは俺様がルーザーを認めてやる。てめえがウィナーだ。あってこい、緑の鬼。ありがとうございます。おっと、礼を言われる筋合いなし。お互い全力フルパワーでガチったんだからよ。ギガクールだったぜ、カラス野郎。俺様の次にね。アッシュさん。さてと、次のグリーングランデ戦、俺様はギャラリー席からウォッチンさせてもらうぜ。相手が王とはいえ、ぬるい対戦しやがったら、ゴートゥーヘルだ。行ってきます。 いよいよだ。緊張してきた。続きまして、レベル6の部優勝者、ネガネビュラス所属、シルバークローの登場です。対戦では初めましてですね。よろしくお願いします。これが緑の王、グリーングランデ。目の前にいるだけですごいプレッシャーだ。全てはシュローラーから聞いている。話は後日改めて。後日？連絡を待て。わかりました。では参る。はい、よろしくお願いします。なんて威圧感だ。盾を構えただけでこんなにも。セブンワークスのガンマ・ザ・ストライフ、この神器を崩せるものなら試してみよう。ダメだ、まるで勝てるイメージが湧かない。絶望的なまでに。でもそれでも行きます。信じられませんよ。渾身の一撃だったんですよ。なのに傷一つつかないなんて。仕方がありません。相手は加速世界で最大の防御力を誇るインバルナラブルなのですから。
けどまあ、てめえにしちゃメガクールなアタックだったぜ。うちのヘッドも褒めてたしな。アッシュさん、すみません、せっかくの挑戦権を。キッ、挑戦が一回遅くなっただけの話だ。次のチャンスには俺様が一発ぶちかましてやるぜ。言ったからにはちゃんと実現するんですよ。え、あ、いやそれは努力しなくす。何はともあれ、今日の目的は達成できたのですから、胸を張って帰りましょう。みんなにも報告しないと、今頃首を長くして待ってますよ。はい。連絡はまた後日って言ってたな。あとは向こうからの接触を待つだけだ。